カリフォルニアはアメリカ海軍の戦艦。テネシー級戦艦の2番艦。艦名はアメリカ合衆国31番目の州にちなむ。その名を持つ艦としては5隻目。カリフォルニアは1916年10月25日にメアアイランド海軍交渉で寄港し、1919年11月20日に RT 全夫人によって命名浸水し、 1921年8月10日に、初代艦長、H.J. ジーグメイアー大佐の指揮下収益した。収益後は、太平洋艦隊の機関となった。1921年から1941年まで、カリフォルニアは20年にわたって、太平洋艦隊の機関を務めた。毎年共同演習、戦術演習及び艦隊戦術の開発に従事し、 1921年及び1922年には戦闘効率ペナントを受賞し、1925年及び1926年には法術 E を受賞した。1925年の夏にカリフォルニアは戦艦部隊、巡洋艦部隊及び偵察艦隊を率いてオーストラリア及びニュージーランドへの親善訪問を行った。1927年、 1930年、1934年には大統領の越官を受けた。カリフォルニアは1929年後半から1930年前半にかけて近代化改装を行い、対空砲が増設された。1940年に母校を真珠湾へ変更した。1941年12月8日の真珠湾攻撃の際には、三橋の 戦艦通りバトルシップローの最南端に係留され、他の女給戦艦とともに日本海軍の攻撃を受けた。当時カリフォルニアの防水は完全ではなく、日本軍の攻撃によって大きな損害を受けた。8時5分に爆弾が命中し、対空砲の弾薬が誘爆、およそ50名が戦死した。もう一発の爆弾は選手部分に命中した。 懸命なダメージコントロールの努力にもかかわらず、カリフォルニアは浸水し水面上に上部構造を残して着底した。攻撃が終了した時、乗組員の98名が戦死し61名が負傷した。カリフォルニアは1942年3月25日に扶養され監督入りされ、自力航降下のうとなり6月7日に真珠湾を出港。 ピュージェットサウンド海軍交渉に向かい走行強化、安定性向上、対空砲増設及び火器管制システム装備の大改修を受けることとなった。カリフォルニアは改修が完了すると1944年1月31日にワシントン州ブレマートンを出港、カリフォルニア州サンペドロで成長を行い、その後5月5日にサンフランシスコを出港。 マリアナ諸島攻略戦に参加した。6月にはサイパン沖で支援艦砲射撃を行った。6月14日、敵の沿岸砲台からの砲撃を受け1名が死亡、9名が負傷した。サイパンに続いて7月18日から8月9日までグアム島、テニアン島への支援射撃を実施した。その後テネシーとの接触事故の修理のためスピリットさんと 島に入港した。1944年9月17日にカリフォルニアはマヌス島へ向かいフィリピン攻略戦のための準備を行った。10月17日から11月20日までレーテ島攻略戦においてカリフォルニアは重要な役割を果たした。10月25日にはスリガオ海峡海戦に参加した。1945年の元日、 パラオを出港しる村島上陸作戦に参加、艦砲射撃により、上陸部隊を支援した。1月6日、輪害湾にて、艦砲射撃中に特攻機の突入を受け、カリフォルニアの乗組員の44名が死亡、155名が負傷した。応急修理の後艦砲射撃は継続され、1月23日に、ピュージェットサウンド海軍交渉に向けて、出港。 2月15日に到着し本格的な修理を受けた。カリフォルニアは1945年6月15日に戦線に復帰し、沖縄海域に到着。7月21日まで同海域で作戦活動を行った。2日後に第95任務部隊に合流し東、シナ海での総会作戦に従事した。8月に、 フィリピンのサンペドロ湾で短期間停泊した後、沖縄に向かい、9月20日に沖縄を出港、若浦湾に上陸する第6軍の支援を行った。占領作業の支援は10月15日まで行われ、その後シンガポール、コロンボ、セーロン、南アフリカのケープタウン経由で12月7日に、フィラデルフィアに帰還した。カリフォルニアは1946年8月7日に、 予備役となり、1947年2月14日に退役、1959年3月に寿命で整備困難となり、同年7月10日にメリーランド州スパローズポイントのベスレヘム造船 S スクラップとして売却された。ありがとうございます。